宮山です。ふみです。若手 TV です。今回若手 TV がアベマ TV の新番組大学キングダムに出演することになりました。はい。アベマ TV 側から、はい、第4話の撮影から来てほしいと、はいはい、第1話から第3話もう撮ってもう撮るからと言われてまして、はい、うん、第1話から第3話、うん、どんな戦いを今まで繰り広げてきたのか、はい、それを俺らの解説付きで見ていこうやと、はい、いいですね。今日はそういう回ですね。はい、はい、分かって TV。勝てば英雄、負ければ土下座、大学キングダム。おー、始まった。あ、EXIT。お、浜松大学と中卒や。いやいや、学歴はいいなら別に関係ないから。大学キングダムとは、知力、体力、人脈、持てる力のすべてを出して戦い、大学日本一を決める。史上最大のサバイバル。うん、いや、大学キングダムって偏差値勝負じゃなくて体力とかも勝負するんだね、きっとね。日本一出ました、天下の東大。あ、わすだ、まあ、慶応ね、うん、上司ソフィア、日大浮いてんな。いや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 、全国786大学の頂点を目指す。500個ぐらい F ランです。いや、ちょっと待って。バトルテーマを発表したいと思います。あれじゃ偏差値だ。腕上げキングダム。和太鼓のリズムに合わせて自分の母校のタオルに向かって腕を天高く上げ続ける。うん、まずは名門早稲田。帯山の名門早稲田大学、僕の母校ですね。大学ランキングで3年連続第1位。あれ、法政大学志願した人5位に入ってたけど。お前、法政大学いじるな。早稲田の英雄がこいつだ。ビヤマ？あ、違った。おい、俺出るか、キングダム。早稲田の熱血大バカ野郎、大野亮太。気合系連れてきたいっすね。おうじゃないですか。ビヤマ知ってる、早稲田王は。いや、もう早稲田王はね、早稲田王今出ますけども。毎年18万人が訪れる早稲田祭にあって唯一無二の一大イベント。いや、これ本当に早稲田王っていうのが早稲田の中でも最大のイベント。ズバリ最大のイベント。ビーヤマも出ようと思ったら出れる。今でももしかしたら出れるかもしれないね、俺ね。マジ？続いては結構勝っちゃうよ、俺。そしたら堀井結集。おー、イケメンだね。父は建築家で母は元女子アナ。元女子アナ。でもあのネクタイ見てみて。何？霜降り明星。いや、違うわ。武器とは。いや、やば、もう嫌いだ、こういうの本当に。友人がいるっていうところとか。いや、空手か入り絵か。いや、いやいや、いや、もうなんか、それなんか、なんたらロマノフとかにいそうじゃん、こんなもう映画に。いや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 、外国人スケットみたいなもん。いやいや、これダメでしょ、これアウトでしょ、これ。日大学生数、日大なんと7万人。凡人を集めたところで意味ないやろ。いやいや、お前、若林英輔に決定。自分を追い込む筋肉マンを探し出す。多分他の大学たちは完全に日大のことを舐めて舐めてます。いやいやいや、舐めんな、お前出場してないし。結局質より量なんで、質より量。日大が言うと似合うな。やめとけお前、本当に日大のことやもんな、質より量。やめろお前。日大からはアメフトのスーパーエリート。日大アメフト部。アメフト部やめてよ、そんな監督の指示でなんかすんの。いやいや、お前さ、ダメだったから。それは NG。 それはダメです。茂木くん、すごいね。クレバー茂木、ほんまにクレバーなやつ。上智止まりじゃないから。いやいや、だからお前関係ないよ、それはね。全然腕上げね、腕上げるだけでしょ。東京大学、俺らが全力を出して勝てない大学のやつがなんかいない。すごいね、来たよ。東大、東大らしいやん。ミスターギガキャンパスにも選出。なんだそれ。東大以外が日本一の大学って言われてもあんまピンとこなくないですか。うわ、言いてー。プライドスタボロにしたいですね。ボコボコにしたいと思います。他の大学ってどうせ目に見えてマッチョみたいなやつ集めて気合だけで乗り越えようとするみたいな。ここは足りてないんで。はい、使います。美容さん、美容さん、何？ここが足りてないんだ。やめろお前、本当に。部活帰りで水球をやってます。水球、東京大学3年、
小松凛くん。好きな人いる？好きな人、彼女います。大事なんかな。長いね、4年半。京都なんですけど、遠距離恋愛で4年も付き合ってる。そう、すごいな。浮気してるぞ。いや、可愛い。絶対同志社の男に行かれてるって。いやいや、お前ちょっとさ、やめて。あの、まあ、出てくるかもしれないよ。あの女の子、同志社の男子好きそうやもん。やめてくれよ、やめてくれよ、本当。ちゃんとね、東大が好きなんですよ。いや、どこでしょうね。大学生よ、母校のために命を燃やし、死闘を繰り広げよ。勝てば英雄、負ければ土下座。大学キングダム、いざ勝負。いよいよ始まりました。この太鼓の不気味な低音に俺もやろうか。合わせて拳を突き上げていきます。あ、ダメやった。上地、あー、550回。あー、早稲田、早稲田、あー、早稲田、早稲田、本当に早稲田4位、4位大学、やめとけお前、中途半端大学じゃないわ。あー、いや、日大もアウト。おー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 おお、あー、あ、落ちた。東大優勝。東大すげーな。いや、誰もが予期しないよ、これは。体力ない大学で思われがちですが、いや、本当よ。やっぱ彼女と東大のプライドでちょっともっこりしてたね。いやいや、そこは気にすんな。誰や。いやいや、いいだろ。上智大学や。うわぁ、一番最初に脱落した上智大学リーダー、土下座をしていただきます。すいませんでした。うわぁ、森くんちょっと陰キャなんやろね。いやいや、お前さん、そこはどういうこと。、はい、うわうわ、なんかやだな。東大勝つんか、こんな戦いでも。うわいや、ちょっと早稲田、日大と慶応には負けてほしくなかったな。え、おもろかったね。ね、すごいね、これね。はあ、こういう感じで戦っていくんだね。自信をかけて争うバトルテーマを発表したいと。さあ、次は何ですか。おお、これだ。ダンスキングダム。踊る、踊りが一番うまい大学を決める。なんかプロの人がちゃんと見るんや。すごいね、これ。それではまず一番最初に、これさ、東大ちょっとさ弱くない？東大ダンスのイメージ全くないないね、うん、あ、慶応のリーダー。おー、ちょっと顔がいってるけど大丈夫かな。いってるけど。ちょっと渋いね、曲が。ね、なんかかなりサイケな感じですけど。慶応のダンスはどうなの、ビーヤマン。まあ、慶応はやっぱ名門ダンサークルいくつかありますから、その中のね、上手い人が出てるんでしょうね、これは。めっちゃ持ってましたね。おお、ね。あんま好きじゃないな、僕。好みではない。7点、8点、9点。おお。確かに日大踊ってるイメージあるわ。なんか勉強せんと。いやいや、お前それ。いやいや、悪口か、お前。おーおーおーおお。うわ、すげえ。すごい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 。すごい、これは。日大もやればできんじゃん。いやいや、できるわ、お前。お、高い。9点が2人もいる。すごいわ。いや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 、やべえ、これはひどい。新入社員がやるやつ。いや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 。うわあ、ゲテモノ食い。踊れよ。ビーヤマ大学。うわあ、口から虫出てるやん。ビーヤマ、こいつらと同じ大学だ。あらららら。ああ、ダメだ。この子たちの先輩がビーヤマってことでいいですよね。やめろお前、ほんとに。軽やかなダンスのイメージはありますね。でもなんか駅前に降りそうやな。いやいや、お前そんな一般的な大学生出身すんな。プロだよ、プロ。プロなのね。上智らしい印象に残らへん踊りやったな。いやいや、やめとけお前、言い方。7点、8点、8点。まあ高いけど。
お去年のねミス東大あグランプリグランプリの子です。1位の子ね、すごいね。そう、東大美女図鑑の編集長。いや詳しすぎるだお前気持ち悪い。おーあーあーいやおい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 どうしたどうしたどうしたおい。やっぱ表現力、やっぱ技術の大学やから表現力。あそここの女の子の仕草がやばい。いやいやお前あ低い意外とあれーあっあーえまさか一大が勝ってもだ。いや下克上やねえ。いやてか待って待って勝者は日本大学。いやまさかの。え待って待って、今日大完全に舐めてた。負ければ土下座。早稲田大学。土下座をして。やだ見たくない見たくない。もう一回土下座します。うわちょっと悔しいわマジで。日大に土下座してたで早稲田。悔しいわ日大にやで。悔しいわこれ。あ今日大が勝って戻る。あか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 絶対負けねえからなこれ。早稲田早稲田頑張れ。なるほど、大食いね。大食いキングダムとは大学生にとってもはや主食とも言えるタピオカ一粒一粒を結構きついと思う。天の恵みと感謝しつつ母校のプライドの要は胃袋の大きさとかそういうことでしょ。食い続ける極限バトル、うん、最後までハングリーに食って食って食って食らいまくったものこそが真の大学勝者となる。作戦はズバリ大食いイベントを開いてタピオカ好きの大食いイベントを探す。ただの大食いじゃなくてタピオカが好きじゃないときついよ。そう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 。持ち込み企画ということで大食い。ほらソネシュー、俺ソネシュー。これ出てた出てた分かってる。いよいよ予選会スタート。代表の席を争うのがタピオカ会から選抜されたこちらの4名。おーおお女の子一人だけ味を楽しむ。おい女の子。いやしかもめっちゃうまい。食べるもうまい。器用器用。たった3分で12枚分。やばい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 。すごい。えこれ早稲田の勝ちやん。えギャル曽根みたいな、ね、早稲田のギャル曽根や。タピオカ情報すげえなこの人。女帝やな。女帝だね。生態号。いやー慶応大食いのイメージないよ。なんかね、ちょっと今回はねフレンチとかイタリアンのイメージ、うん、あんま飯食わへんイメージ、ね、何回見ても腹立つなこの映像。こちらの3名、まず1人目は渡辺大地君。ちょっとよ、ご飯2合、肉 500g ちょっとなんかもうドキュンや。いやね、ちょっと食べれんの。先日地方局でアナウンサーの髪の毛染めるな、そしたら。いやいやいや、かっこいいな。この日もお昼の12時過ぎに、はい、二郎腹いっぱい食べてきてしまいました。なんと4時間前に鳥取ラーメンを完食してからの参加。最後はこう一点超ゆめかさん。先日の誕生日、カレー、ピザ、ホールケーキ、アイスを1時間食べ続け友達にドン引きされた大食いガール。いや早速白玉チャレンジスタート。いただきます。驚異的なスピードで食べ続ける選手。すごいすごい、めっちゃ速くなくなってる。翔さんが完食。女の子が。その後白石くん渡辺くんも見事完食。前に食べたものも量から判断して。あ確かに二郎食べてた言ってた。セレスさんが適任かなと。二郎5でしょ、うん、はい、大食いキングダム。確かにラフスターラフスターだね。飯食いそう。いや日大は食いそうだね。アホやから。いやいやもう分かたれよお前。やばい食いそう、めっちゃ食いそう。モンスターやもん。もう大食い大会優勝反則だろ。めっちゃ食べてる人がいて、個人競技だったらもうその人が優勝だったと思うんですよ。彼よりも強い人ね。あすごい。無理、完食できなかった。できなかったよね。そうだよね。いや下手すぎるや。下手すぎる。すいません、はい、僕法学部の面なんですけど、ちょっと人探してて、はい、この人知らないですか。あ、かぶるかもしれない。奇跡的な展開にパニック。ちょっと入力して。おーいやいや生まれてこの方限界をまで行ったことがない。あ満腹を知らんねや。日大からは未だ人生の内原健吾が。いやこんなんずるいねこれ。全部強いな、ね、上智大学リーダー茂木恭平。クレバー茂木常に候補者に目星をつけていた。すごい人ちょっと細いんじゃない。去年のミスターソフィアの準グランプリ
いやいやいや、そうだっけ。いや、まあ、まあ、イケメン、そう、まあ、イケメンやけど、もうヤジタクヤ君、ずるっとハンバーガーハイペースで食べていく。おお、早い。ハンバーグ10個は結構すごいんじゃない。わずか5分で完食。すごい。イケメンフードファイターヤジタクヤがタピオカオンリーキングダムに参戦。タピオカないよな。タピオカだからね。タピオカだからさ、ちょっと東大リーダー二宮といえば、え、東大どうなんだろう。勝つためには何事も理由が。いや、東大はやっぱ頭使うやん。で、エネルギー消費が多いのよ。だから飯食うねん、東大は。本当に。そう、お、さんは、りかこさん。え、作るんすか、あの子。あ、そうなんだ。どれ、あの、この女の子、うん、今年の準ミスコンですね。いやいやいや、情報が。今年のミス東大のファイナリスト。はい、全部情報当たってます。いやいやいや、お前、え、怖い。全然食べそうに見えないですけどね。この間、ラーメンを3キロ汁まで会員。自分食べれるの、私ですよね。いや、どんだけ自信ある。え、東大娘センター、いやいや、マジでちょっと東大さん食いそう、食いそう。うわー、やば500粒の、うわー、来た死ぬんちゃう、こんな。おー、始まった。まだ満腹になったことがない。満腹しやすい。満腹しやすい。いや、ちょっと、あ、おー、東大。いやいやいや、おー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 、満腹しやすい。東大、怖い。めっちゃ食うやん。東大なくなった。全部タピオカ入ったらどうすんだよ。うわ、やめろ、地獄絵図か。待って、だ、うわ、顔が膨れてきた。顔がタピオカみたいな。いや、やばい、分かったよ、お前。でも熱いな、大食いでここまで。大学キングダムってすげえな。東大なんだ。やばい、やばいわ、これは。満腹知らずの倍以上飲んでるから。いやいや、本当だよ。東大はやっぱかわいい。いや、りかこちゃん悔しくて泣いてんの。いや、泣きます。早稲田が好きだから。早稲田が好きだから。いや、でも頑張ってましたよね。ということで、タピオカ大食いキングダム1位は東大、最下位は日大となった。はい、というわけで、はい、大学キングダム、うん、若手 TV の方でね、解説付きで、はい、ちょっと見てもらいましたけど、はい、どうすか、皆さん、結構おもろくない？あ、こうガチンコで戦うわけですから、白熱したバトル見たでしょ、ね、さらに第4話から、うん、若手 TV 特別ゲストで出てますから、はい、これはもうお前ら見るしかないでしょう、ね、アベマ TV 登録して大学キングダム見てや。戦いは後半戦へ突入。激戦カップルスクワットキングダム。上智からは軍神が参上。日大は極真空手東日本大会優勝の最強の空手家。己のプライドをかけて大学と彼女両方に愛を捧げ続け、この死闘を制するのは一体誰だ。12月7日夜9時。なあ、ふみ、一番コメントが面白かったやつに午後分かってカレープレゼントしようぜ。こんなうまいもん低学歴にあげて大丈夫？やめろお前。詳細は概要欄で。